世界は限りなく広がった。僕らは選択肢であふれた。世界とつながっている。一方で、限りなく自分の手の届く範囲の物事としかつながれないでいる。ブラックボックスの中から嗅ぎ分けて手にした選択肢は何だ。できないを理由にした盾を、できるを理由にした矛でつける。さあ一緒に船に乗らないか。ゼロであり一であり、この世界の真理を見に行こう。その花で嗅げるものだけが全てじゃない。さあ、五感を研ぎ澄ませ。